今回、ネットビジネスで成功できない人にしましょうか。ネットビジネスで成功できない人。これはシンプルに、無料を続けないってことですね。無料を続けないっていう。うん。あの、まあもちろんね、えー、無料じゃない部分もあったりします。それは何かっていうと、えー、まあブログをワードプレスでやる場合は、 ドメインとかサーバー代ちょっとかかりますんで。とは言っても年間、まあ、あまあガチでやってる人はね、サーバー何個も借りてとか、ドメイン何千個あったりとかするんで、まあちょっとね、えー、まあそうは言っても年間いくらだ ?100 万かかんないですよね。サーバー、サーバー10個借りても1万でしょで、年間12万。で、ドメインを100個取っても、 年間2万ぐらい<え>、うん、?1 年でド、ドメインって1年で1300円、400円ですから、うん。じゃあ店舗やるっつったらね、店舗やるっつったら、年間の渋谷で店舗やるっつって、年間で100万とかありえないでしょ。家賃いくらやねんってて、ね、<laughs> 渋谷の家賃いくらやねんって話して。 マージャン店で久保さんも店舗持ってたと思うんですけどマージャン店のあそこの、ね、広島の立地で店舗費用、えー、いくらかちょっと分かんないですけどまあまあまあ何十万はかかってたと思いますよね店舗ね多分2万円とかでね賃料とかじゃないですよね多分ねだから年間まあ仮に20万円ぐらいだとわ20万円できるのかなそね広島のあそこですから。 うんいくらなんだろうまあとりあえず30万人としておきましょうかじゃあその賃料だけで年間300万以上ですよねであと人件費ですよねうんそうすると年間でまああのー、1000万とかかかるわけじゃないですか年間のコストが維持費用維持していくのに要はお金がかかるってことですよね維持していくのに1000万かかるとそれは維持,維持費用であってあの何、ー、の売り上げでもないっていうね <laughs> でもネットの場合ってあのそのブログを、まあ、久保さんみたいにウィックスウィックスでしたっけウィックスだったかなジドゥだすいません人痘だ人痘で0円でやったら1円もかかんないですよね <laughs> だから、まあ、YouTube も0円でできるしフェイスブックも0円だし、まあ、インスタも0円だしツイッターも0円だし あまあほぼゼロ円ですよね始めるのにネットってお金かかんないですよねほとんどんうんだから続けていけば利益出る出せるんですよ続けていけばねうんだけど続けないから利益出ないってことですよねだから時間だけ消化していくっていう,うで時間とお金ですよねいろんな情報を探していろんな教材を買っていろんな塾を買って破産していくっていうね <laughs> 無料でできるのに何で破産するのみたいな <laughs> 無料でできるのに何で破産すんのんっておかしいですよね <laughs> うんだからそのもちろんね機材とかめちゃめちゃ買ったらねそれはまたかかるかもしれないですけど機材買ったとしても毎月のコストではないですから1回買ったらねもう終了ですからまあまあ毎月機材買うんだったら分かんないですよ毎月機材投入していくみたいな <laughs> でもずっと使えるんじゃないですかぶっ壊れない限りうんまあ iPhone で十分ですから もそう考えるとうーん、本当に普通のビジネスに比べると、利益を出しやすい。利益をなぜ出しやすいかっていうと、コストがかかんないからですよね。全部あの、1円でも出れば利益で出るし。うん、でも、リアルビジネスだと、1円利益出したとしてもですよ。利益になんないですよ。へへ景気かかってるから。 だから年間1000万かかるんであるならば年間2000万の売り上げを出してようやく1000万の利益ですよね。で、さらに言うとそこに税金もかかってきますから、細いくと言うとね。で、そうすると残るお金いくらやねんって話で。うん。だからね、僕はその、まあ広告っていう概念もあるんですけども、まあ広告はかけないです。久保さんも広告かけたことないと思いますけど、広告かけないんで、だからもう本当に利益しか出ないですよね。 うん、そうだからまあね昔は広告かけて、まあ、あのやってましたけど、まあ、今はそんな広告かけなくてもやっていけるうなんだうん範囲でやってますからまあ多分久保さんも従業員が1000人ぐらいいたら今のやり方だったら無理でしょうね、うん、どうですかね久保さん、うん、従業員1000人を今 まあ確かに潤沢の資金はあったとしても、従業員1000人,1000人いてね、えー、20万払ってたらいくらっすか <laughs> 月間いくらの固定費がかかるんだ ?20 万かける1000人だったらいくらっすかね ?2 億っすか ?20 万で1000人だったら2億っすよね。毎月2億どうっすか、久保さん <laughs>。年間20、20億以上。さすがに今の久保さんのね、利回りでもね、年間20億をね <laughs>、しかもそれは固定費ですからね <laughs>。 <laughs> 利益じゃないんで <laughs> まあ今のやり方だったら無理ですよねうんだからまあ一人でね一人のまあ家族分の収入だったりとか自分が生きていく分の収入に関しては本当に無料を徹底的にやるだけでなんとかなるっていうねだからも,うもちろんその会社を大きくするとか従業員た,たくさん雇ってね会社を大きくしていくんだったらこのやり方はあ難しいですよ このやり方じゃうんこのなんかねただやりとりしてこ,こ,こんなこじんまりしてなんかやりとりしてるみたいなね再生数全然ないっていうだけどまあ一人で飯食っていく分ぐらい家族分ぐらいだったら全然こと足りますよねうんまあ僕5年高校かけずにやってますけど全然できますよね <laughs> まあ借金も返せたし うん、だから借金返せた理由も、うん、お金使ってないからですよねこそういう,う固定費だったり人件費とか、うん、だからまあネットビジネスで成功したいんだったら無料を突き詰めるってことですね本当にそうすれば絶対利益出るんで、うん、固定費かかんないんだから,、うん、だからここがね僕すごいとこだと思うんですよね無料でこんだけできるわけですから うーんだって YouTube のライブとかもね、ま久保さんも今、ライブ毎日やってると思いますけど、普通、そのライブ配信するのに金かかりますからね、昔は。昔だった、大昔は。うん、そう。だからね、ね、あのー、ありがたいですよね。うんだそのけぶっちゃけ言うと、携帯電話の通信料が0円みたいなもんじゃないですか。 そのまあ、ちょっと、携帯会社が、携帯の通話料が0円になることはちょっと難しいかもしれないですけど、でも楽天とかね、すごいですよ、今。あの新規でガンガン獲得してると思うんですけど、3ギガまでだったら0円みたいなやってますからね。どうすか、これ0円になってますからね。3ギガまで0円みたいな。<laughs> そう。うん。だから今後は多分、 あの通信料もまあ楽天があれやってるんでそのうちソフトバンクとか大手も、まあ、1ギガぐらいだったら0円でいいよみたいにするかもしれないですよねもしかしたら、まあ、楽天がガーって囲い込んできたら、まあ、だいぶ今囲い込んでちょっとは取ってると思うんですけど、うんうまあ、今後多分ねどんどん多分あのそうな,なっていくと思いますよ、うん、そう どんどんフリーになっていくと思いますけどね、うん、いい時代ですね、はい行ってらっしゃい